ルトラとワラズのコマちゃんです。それでは韓国 Vlog Here we go。 初めての韓国旅行に行ってまいります。現在時刻は1時ぐらいですかね。夜中の便で行く先はソウルです。ピョンチャンじゃない、インチョン空港。パスポート持ってディパーチャー出発します。腹ごしらえですね。みんなに配ったアイマスクでうどんをすすっております。こんな感じで楽しく向かっていきます。そして到着、韓国着きました。ちょっと眠いですねこの時はね。で荷物をピックアップして、まだ朝の3時4時とか5時前ぐらいですかね。もうちょっと頭の調子がおかしいですね、あんまり寝てないので。こんな感じで空港で時間を潰して遊んでおります。ちょっと暇つぶしです。そして韓国初めて着いたのはカンジャンシジャンという朝市がたくさん並んでるとこですね。こちらカンジャンシジャンに到着しました。海鮮とか果物野菜とかね、あと洋服関係もあったりとか、何でもあるような大きな市場になります。すごい朝から賑わっていて、もうちょっとね痛かったんですけど楽しいですね。これが結構食品屋台とか売ってるとこですかね。こんな感じでチャプチェとかこうたい焼きみたいのとか、こういうちょっと辛いねトッポキキンパとか安く美味しく食べれる市場に来ました。すごい活気が溢れております。そして踊りだこ、僕タコ嫌いなんでタコは食べませんが、韓国初飯はキンパで乾杯。せーの、チュース。これね何にも具入ってないけどね、めっちゃうまかったね。こんな感じでちょっと辛そうなものがいっぱい並んでおります。こんな感じのを食べました。そしてなんか卵サンド、今かけてるのは砂糖です。砂糖かけてハムと、そうケチャップとバターたっぷりのケランパン食べました。そして念願のナイキに行ってカスタムしてお土産買って、めちゃめちゃ可愛いサーティワンのアイスクリーム屋さんで食べました。見てすごくない？めちゃくちゃ可愛いの、派手で店舗でかいし。そして次はバスに乗って移動します。タッカンマリを食うぞ。そして乾杯はもちろんビールですね。めちゃくちゃ美味しかった。スープが本当にうまくて、このスープがねたまらなくうまかったですね。日本に持ち帰りたかったですね、本当に美味しかった。そしてこの締めにはうどんと一緒に食べました。ここがどこだったっけな、なんとかかんとかタッカンマリです。美味しかったです。こちら読めません。そしてどこ行ったんだっけな、薬局スーパー行ってポケモンのリップバームを購入しました。めちゃくちゃ可愛かったからね、ちょっと買っちゃった。いっぱいあったゼニガメ、プリン、カビゴン、いっぱいあって全部買いたかったです。誰か買ってきたら、行ってきたら買ってきてください、お願いします。やっぱポケモンは可愛いよね。そしてこのスーパーのね地下にあったねデニッシュが食べたんですけれども、ちょっと僕が予想するカスタードクリームではなかったので、デニッシュはちょっと美味しかったけど。そしてマーティンキムです。日本でも超人気だよね。このケシファイのケースも即完売したらしいけど、もうちょっとね疲れるよね、歩き疲れて1日目3万歩ぐらい歩いてたの。こうなりますね。みんな多分おでん食ってんだけど、俺はちょっと一人で耐えきれず野宿。こっち向いた、疲れました。そしてちょっと腹ごしらえ、甘いもの食べたくて大人気オニオンに行ってきました。ここはパン屋さんですね。めっちゃね面白い、店内が面白くておしゃれですね。こんなに、うわー、グルテン大好き野郎にとったらもうたまらない夢の国ですね。全部美味しかったです。比較的甘いものをね食べたんですけど、こちらこの緑のやつ、ピスタチオデニッシュ、これです。これがめちゃくちゃうまかった。これが僕の中では優勝。そして街はねイルミネーション、クリスマスムードたっぷりですね。一色でこの
ほらいいでしょう、ソウルのどこだか分かりません、もうみんなについていっただけなので、素敵なイルミネーションを見ながら帰っていきます。すごいにぎわってます、これも見て超綺麗だから。ほらクリスマスツリーやばいよね、めちゃくちゃでかかった。そして乾杯はビール、そして翌朝これが食べたかったの、このヨーグルトとこのね、これ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 なんだっけ、これうまいのよ、なんでかってケミオが食ってたからそれは食べるよね。そして2日目です、あいにくの雨なんですけれども、2日目スターティン来たのはマスクショップでお買い物です。そして電車に乗ってむくみ取りの輪ゴムがまだついてますこんなとこ行きました、ちょっと買い物メインですね。そしてサンドコーヒー屋さんでちょっとお休み休憩です。あったかいね、砂の上でコーヒーを温める、とっても不思議なコーヒー屋さんに行きました。店内もおしゃれでね、壁際がなんかいろんな色でめっちゃ可愛かったです。これこれこれ、このあったかいね砂に入れて見てて、コーヒーをブクブクブクって、ほらほらブクブクしてきた、これ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 、こうやって温めるんだって珍しいよね、めちゃくちゃ美味しい。僕はアイスコーヒーをいただいたんだけど、これに氷入れて美味しいコーヒーをいただいて、ちょっと束の間の休息ですね。この日もめちゃくちゃ歩いたね、2万歩近く歩きました。なんかすごい韓国語でね、ハングルで喋りかけられてるけど、僕は何一つわからないので、あーってわかるような顔してます一丁前に、全然わかりませんでした。すごくおしゃれなコーヒー屋さんがね多いんだよね韓国ね、あっちも行きたいこっちも行きたいってなったんだけどもね、お腹いっぱいになっちゃうんで、こんな感じの店内です。かわいいよね壁紙。そしてこれマーティンキム、これも有名ですね日本で、ちょっとかわいいお洋服屋さんにタンバリンズとかね買い物しました。やばいやばい、取り遅れた、お願いお願いお願い、まださゲート閉まってないよね。あ、ジャンボジュース、あ、来た、ね、大丈夫うちら、お願いお願いお願い、これでさ、これでもうゲートクローズってやってさ、日本帰れないようちら、いける？よいしょ、OKOK OKOK いいじゃん、よし、もうちょっとバタバタ、ここが混んじゃってバタバタだったんですけども、もう超弾丸一泊二日の旅が終わりました。皆様ありがとうございました。あー、ちっちゃペコパよ。うんこだな。韓国に僕は連れてってもらえなかったんで、これなんかもらった。流行ってんでしょなんかこれ。今日やっていく、行きたかったな俺も韓国。硬い、あーあ、コナがやべえ、ソファーにコナが落ちたこんな感じね、スプーン入ってる、これに水をちょっと入れるらしい、水入れてきたんで混ぜる。え、これを顔に塗るの？こういうことか。垂れそう。くそ、え、もう手でやっていいかな、うっ、下手くそなんだけど、え、こういうこと、こういうこと、女性はこんなことはやってんのか、あっ危ね、ちょっとおでこは綺麗になりたいね、笑えないからこんな感じの笑い方になっちゃう。ここら辺はちょっと目の際まで行きたいよね、クマが気になるから。まあこんな感じですけど、これでなんか15分ぐらい待つんで、こ
これさ、家でさ、これもし彼女がこれやってたら怖くないかな。これでさ、おかえり、今日ご飯にする、ちょっと今パックしてるからとか言ってさ、こうやって待ってたら怖くない？あ、すげえ固まってるわ。で、撮ってみるか。よし、行きますよ。すごい綺麗じゃない？ちょっと洗い流してくる。できた。え、すごくない？え、すごい。ちょっと髪ついたら気をつけてほしいなって感じですけど、え、これめっちゃすごいわ。白い。はい、ということで皆様、興味がある方はモデリングマスク、もう皆さん知ってるか、女性の皆さんは知ってらっしゃると思うんですけど、モデリングマスク、ぜひ韓国行った方は僕に買ってきてください。もうちょい綺麗に今度はムラなく行きたいなと思うんで、ということで今回の動画いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。ここまでやった承知でした。すげえ。はい、それでは日本に帰ってきました。韓国から帰ってきました。ということで YouTuber の方がやってる購入品紹介をしていきたいと思います。早速始めていきます。ちょっと並べたんですけど、こんな感じであんまり買ってないかなと思います。まずはじゃ あ食べ物からいこうかな。これカンジャンシジャンの市場で買ったふりかけです。すごいおすすめらしくて美味しいらしいので、ちょっとこれを買ってみました。ちょっと早く食べるのが楽しみです。いくらだったか、5000ウォンぐらいだったかな、500円前後ぐらいだったと思います。あとこれみんな大好きロータスのクッキーです。なんかバニラフレーバーって書いてあって、ビスケットの間にクリームが挟まってるんですけど、これちょっと珍しいので買ってみました。次これですね、キャラクターもの、これドラえもんのバンドエイドです。これいくらだったかな、確か100円ぐらいだったかなと思います。そしてめちゃくちゃ可愛いこのピカチュウとモンスターボールのリップバーム、これはね9000ウォンぐらいだった気がします。900円ぐらい、ちょっと高いけどそんなことないか、まあ、それぐらい。ゼニガメとプリンとカビゴンとなんかいろいろいたんだよね。もうなんか全種類買えばよかったなって思うぐらいちょっと可愛すぎます。これ中開けると赤くてイチゴのね匂いがします。でちょっと血色が良くなるぐらいちょっと赤くなります。これ買いました、ポケモンのリップです。そしてちょっと美容系でいくと、この辺はここがね噂のオリーブヤングでこの辺を購入しました。アヌアの化粧水です。ちょっと前に使っててもうなくなっちゃったんだけど、もうワンサイズちっちゃいの使ってたんだけど、ちょっと大きいの見つけて安くなってたので、ちょっとジャバジャバ使えるやつで買ってみました。これがねいくらだったかな、ちょっと覚えてないな。そしてこちらみんな大好きダルバですね。これも安くなってて、安くなってなかったら買わなかったかもしれないけど、9点とかでもよかったけど、ちょっと安くなってたので買いました。2個セットでねなんか割引されてました。ちょっと覚えてないな、3000ぐらいかな多分2個で、ちょっと怪しいけど。でこれは母上様にパックを買いました。メディヒールのビタファーミングマスク、何個入れだ ?20 個かな、そうだね20パック入ってます。これいくらだったかな、1000円ぐらいだったかな、ちょっと全然覚えてない、覚えてないです。そしてこちらがなんかいいって噂のなんとかかんとかのビタ C のマスクですね。これ何個入ってんだろう、今度は4枚入ってるらしい。なんかこれ新しく出たやつらしいのでちょっと買いました。そしてこれもうストックがもうめちゃくちゃあるけど、まあ、ちょっとストック用にコルゲートのホワイトニングの歯磨き粉買いました。これなんか日本じゃね売れない製品が入ってるらしいのかな確か。でこれも
ホワイトニングってここに書いてあるんですけど、ビュッセンプレミアムデンタルケア、わかんない、ちょっとパッケージも可愛いので買いました。ちょっと最近よく YouTube とか SNS で見るのでこれ買ってみました。これもホワイトニングの歯磨き粉です。そして念願のタンバリンズのハンドクリームを買いました。僕はね、ベインっていうのかな、やつを買った。すっげえいい匂いなの、これめちゃくちゃいい匂いで、こうやって押してね出て使うらしいんだけど、僕ルラボってやつの香水アナザー13っていうのを使ってるんですけど、テノワールっていう香水もすごい好きで、それとどっちにしようか迷ってたんだけど、まあそのアナザーっていうのを買ったんですけど、この香水がねテノワールの香水にめちゃくちゃ似てて超いい匂いなの。しかもこれハンドパフュームハンドって書いてあるぐらいパフュームだからめちゃくちゃいい香りで、何種類 ?7、8 種類ぐらいあったのかな全部で、まあ、ちょっと店舗によってはないのとかありましたけど、めちゃくちゃこれが一番僕は好きだったので、このヴェインっていうちょっとよく読めないけどやつを買いましたくらいかな。あとちょっと大物でいきますと、念願のこちらです。厚底のコンバースちゃんを購入しました。これはねいくらだったかな、1万3000円ぐらいですかね、1万円ちょっとぐらいで買いました。これが多分3000円、4000円ぐらいだったかなと思います。ちょっと高めだけど、ハンドクリームにしては。でもこうパフュームって書いてあるから、これちょっと首とか手首とかに塗ったりしてもいいかなと思います。これはねもう韓国では有名ですね。日本では売れない、なんか規定でよくわかんないけど売れないスニーカーになるんですけど、コンバースのチャック・テイラーも日本で売れないのを最近知って、売ってないのを最近知って、でチャック・テイラーが欲しいなと思って行ったんですけど、これを見たらやっぱり履いてみたらめちゃくちゃ可愛かったので、もう即決で履いて3分ぐらい、2、3分でもうすぐ決めました。これやっぱり可愛いですね、厚底で漏れるしね、ちょっと足疲れやすいけど可愛いのでちょっと大事に履こうと思います。そして念願のこちら This is never that のパーカーを買いました。これがね 30% オフぐらいになってたんだけど、比較的日本で買うよりも多分安く購入できました。本当はね狙ってたなんか10 years の10周年記念デザインみたいな、なんかバックプリントもバーって書いてあるやつを買いたかったんですけど、ちょっとそれが店舗になかったので、まあちょっとどんなシーンでも使えそうなこのちょっとくすんだグレーのパーカーを購入しました。これぐらいかな、韓国での購入品はこんな感じになります。こんな感じかな。以上で韓国編になります。皆さんどうでしたか。ちょっとね Vlog だけどちょっとアフレコでお送りしようと思っているので、そんな感じでお送りしました。それではこの動画がいいねって方はグッドボタン、その他 SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた、次の Vlog はいつになるかな、ちょっともう次の旅行の計画ももう決まっているので、そちらもお届けできるように楽しみにしといてください。それではじゃあねー。